はい、おはようございます。今日はですね、南幌町蜂蜜部会に初参加してまいります。今早朝5時でございます。それでは集合場所に行ってみたいと思います。おはようございます。よろしくお願いします。もうこんな感じで大丈夫なんですかね。あ、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。大丈夫ですか。大丈夫ですか。わかんないです。仮に招聘した場合に。ゴム手あった方がいいかな。あ、軍手じゃやばいですかね。軍手怪しいですね。怪しい。怪しい。八さんのとこに行ってみたいと思います。どちらに蜂蜜さんは。待ってください。ちょっと待ってください。手袋やらせてください。ちょっとお待ちください。スタンバイ完了しました。それでは蜂さんにご対面です。おはようございます。かわいい。はい、皆さんを刺されたこととかはあるんですか。あります。あるんですね、やっぱり。びっくりするぐらい泣いてます。テンション下がりますね。で、刺されてないやつ。うん、刺されたやつ 見ると、はい、めちゃくちゃ面白いです。これは何ですか、今やってるのは。煙で、あ、おとなしく、おとなしく、なるほど。何もしなきゃ大丈夫。何もしない。殺したりすると仲間が切れるから。そうなんですか。あんまりね、ドタバタ歩くとさ、足元とか死んじゃうじゃん。はい、わかるんですか、殺されて。そう、わかるらしい。めっちゃあるね。何を探してるんですか。女王を探してる。女王一匹しかいない。巣箱に一匹だけなんですか。それとも巣箱に一匹にしないとダメなんですか。へぇ、二匹いたらどっちか潰される。そんな感じなんですね。やっぱすぐわかるんですか、女王。うわぁ、わかるらしいんですけど、うん、僕らは全然まだ仕事なんで。蜂蜜部はいつ頃立ち上げられたんですか。去年。あ、これ大台じゃん。え、大台な。これあ、もうでも抜けてますよ。抜けてるじゃん。いるんでか。2匹になってんじゃん。やばいじゃん。それが住んでた証拠なんだ。特殊な煙なんですか、これは。いや、ただの煙。ただの煙。ここに違うんだけど。お、中地。中地、大丈夫。中地。あ、いた。正解です。正解です。これ。でかい。あ、いた。ケツ長い。これだ。これ一匹ね。一匹。中島くん、正解。もう一匹いたら。もう一匹いたら。移動させる。なるほど、なるほど。こっちは。あの、あんま空箱にそのままこの板を。すごい、ジョウバチさん。ジョウバチ、いたわ。速攻分かってんじゃん。あ、5枚入ってるんだけどさ。俺さ、穴に入ってさ、ケツ抜けてるやついいんじゃん。これ。俺はそれをひたすら見て気持ち悪いなと思って。ジョウ探してるんじゃなくて。ジョウ探せや。これだ、これ。うん。うわぁ。見て、ここの上とか、これすごいよ、これ。ここ。これ。ケツ、頭突っ込んで蜜吸ってんのか出してんのか知らんけど、なんかやってるよ。あまら気持ち悪い。これが女王。すごいな、自然の神秘。これ蜂の巣の形みたいなのを自分たちで作るんですか。元から買う。元からついてますけど、でも、はい、この辺とかは自分で作ってますね。角っぽい。はいはいはい。あ、真っさらな、ほんと枠だけしかない。中の六角形は元からあって、はい、そこに何か埋めて蜜つけてて、でどんどんこういうところにもつけていくんですよ、勝手に。これはローです。蜜ローです。蜜ロー指なんですね。こういう落とすスタイルなんですね。結構乱暴なんですよね、落とすの。なるほど。いや、もうブンブン来ましたね。ここからもう掘り始めますから。うわー、これでもドローン飛ばしたら羽で巻き込まれてやばいっすよね、きっとね。落ちますね、ドローン。
なんか一応さん、青山さんのドローン襲われてました。なんか音が蜂蜜、じゃあ 蜂のドローンって蜂のことらしいんですよね。いやー激しい。入ったなこれ中に。あ、入ってる。Help me。多分ちょっとちょっと怖い。こちらでは蜜を絞ってるそうです。すごい。出てるんですよ。どのぐらいでこれ採取するんですか。大体1週間に1回だ。1週間に1回。なんで蜂ってこの蜂の木箱に集まるんですか。習性というか。なんですかね。よくでも狭いなんか暗いところとかに蜂巣作りますよね。ああ。最初は何もいなかったんですか。最初からいたんですか。あ、買ったんですよね。一番最初うちら買ってるんですよ。ああ。なのでこの箱に入った状態で買ってて。へえへえへえ。蜂って売ってるんですね。そうなんですよ。蜂の種類とかによって味が変わったりするんですか。いや種類で変わらないかもしれないですね。あの蜜の種類なので。あ、はい、花というか。そうですね。今菜の花の持ってきてると思うんで。あ、へえ、シーズンによってちょっと変わるんですか。そうです。すごい、そういうことか。取り出します。すごい、こういう感じなんですね。うわー綺麗。すごい、天気好転続くとかなり実を取れるんですけど。へー、これはもうあれなんですか、販売する用なんですか。一応そうですね、販売用に考えてますけど、うん、まだそこまで至らず。あ、まだ。あ、ついてきた。すごい、夢がありますね。いいな。蜂の死骸で笑う中島。蜂。おっと、飛んでたんか、びっくりした。これがこう当たりましたよね。これがこう。いやなんかいきなり犯人です。絶対今わざとでしょ。この蜜で1週間なんですか。これ3日でそんなに。でも雨降ってたんですけど、うん、全然取れてない。あ、取れてない方なんですかこれで。蜂出てきましたね中島さん。いや続々と来ます。嬉しそうじゃん。今出てる。出てる、出てる。あ、怖い。3日だそうです。じゃあ岡間さんにプレゼントするか。中自分はまた次回で。ありがとうございます。すごいな。いえ、蜂の死骸なら持ってっていいかも。不思議にね。なんでだろうね。こういう寄り添い方。かわいいな。3日に1回ぐらいやってるんですか。なんか花の時期で取る。決めるっぽいんですよ。本当はプロの人はこう見て、数見て、あ、
蜜溜まってんなって言ったら絞るみたいな。はいはいはい。俺はまだ全然わかんないんで、うん、研究途中なんですね。まずやってみてって感じです。蜂蜜取り終わりました。今はこしてこれから瓶に詰めるところでございます。